ロニー・パターソン、ロニー・パターソン、本名不明、青年月日不明は、1980年代に、フィリピンで制作されたアクション映画の脇役として、活動した、俳優、スタントマン、特殊効果技師である。クレジット名義は、複数あり、地獄の処刑人と特殊効果を担当した、野獣軍団、ファントム・レーダースでは、ロン・パターソン、コマンド・ファイターでは、 スペル違いのロニー・パタースン、ダーティー、プロフェッショナルと第二助監督を務めたファントム・ソルジャーではマーティン・ケイシーとクレジットされた。1983年あたりからフィリピンでの俳優活動が確認され、香港系のシルバースターフィルム社やシリオ・エイチ・サンティアゴ、監督作品を中心に出演した。当時から中年に達していたと思われ、 リーバンクリーフを彷彿とさせる調子にげ上がった、要望だった。傭兵や特殊部隊員、刑事などの脇役あるいは、派役としての役どころが多く、時には、スタントマンも兼任した。米国のキャノン映画、地獄のヒーローでは、チャック・ノリス演じる、ブラドック大佐が、記者会見する場面の報道カメラマンの一人として、顔を見せるが、ボケた画面映りのセリフもないエキストラだった。 しばらくの間は早くが続いたが、ベトナム MIA ものの移植作、戦場の忍者軍団の忍者軍団に指令を出す、ドクターデス役、アマゾネス刑事、死の標的のベトナム帰りの殺し屋役、ニック・ニコルスンと息の合うところを見せた、砂漠の戦士、テロファイターの特殊部隊の共感役あたりから目立つ、助演が見られるようになった。だが、 1987年を境に出演が途切れてしまっている。イタリアのアントニオ・マルゲリーティがアンソニー・エム・ドースン名義で1980年代にフィリピンロケでアクション映画を連作した。パタースンはベトナム戦争物、トルネードでは MP、狼どもで戦場、ジャングル・レイダース、黄金のレジェンド、コマンド、レオパルドの3本では傭兵役で、 どれもがセリフもろくにない配役で、クレジットはされなかった。マルゲリーティ作品での配役には、癖があり、脇役や配役を何本もの作品で使えた点で、シリオ・エイチ・サンティアゴ監督も同様である。1987年には出演はしなかったが、ベトナム戦争物、ファントムソルジャーで、第二助監督を務めた。翌百八十八年には、南米の革命物で、 コーインスペリーが主演したブレイジングワン革命前夜では特殊効果としてクレジットされている。共にテディ・チューがアービン・ジョンスン名義で監督している。またマイルズ・オキーフ主演の野獣軍団ファントム・レイダースでも特殊効果を担当しロン・パタースン名義でクレジットされた。1983年地獄の報酬。 ベトナム捕虜救出作戦、マットドックに復讐炎のコマンド、トルネード1984年、明日ナキ最前線、スラッシュ、ダーティプロフェッショナル、忍者フォース、ファイナルミッション、地獄のヒーロー、狼どもの戦場、ジャングルレイダース、黄金のレジェンド、地獄の処刑人1985年、コマンドオレオパルド、目視録の勇者たち、 コマンドファイター1986年、ローンウルフ、怒りの戦場、炸裂。復讐のヒーロー、復讐部隊、アマゾンス刑事、死の標的、戦場の忍者軍団、バトルウォーズ1987年、インカ帝国の謎、彼女がトカゲに食われたら、コマンド車地獄からの復讐、コマンドウルフ、砂漠の戦士、テロファイター、ザ・コマンダー、死からの脱出。 ダブルターゲット、ジャングルラッツ。ありがとうございます。